インペリアルゼブラプレコは南米を代表する熱帯魚ですが、法的に最も保護されている魚でもあります。そして野生のゼブラプレコは輸出が禁止されていることから密輸されていることで有名です。この美しい小さな魚は流れの速い場所でなく、石などで流れが遮られた場所に生息します。ここには巨大な岩でできた島があり、岩には水平にたくさんの亀裂が走っています。この魚の生息地は水深2メートルから12メートルのあたりにある岩の亀裂です。 そして生涯その亀裂を離れることはありません岩と岩の間には必ず海面がつきゼブラプレコは海面につく微小無脊椎動物を餌にしますこの魚を見るためには細い枝で岩の亀裂から押し出しますがあっという間に戻ってしまいますたくさんのブリーダーがこの魚を繁殖しているにもかかわらず大量のゼブラプレコが密輸され続けておりその上生息地の新宮地域は巨大ベロモンテダムにより脅かされています